こんにちは。第73世竹野俊介、竹野俊介、睦弘です。今日は第67代天皇、三条天皇について語ります。三条天皇について語る歴史の講師がいたでしょうか。私自信を持っていますが、いなかったと思いますよ。はっきり言いましょう。自分が政治学者だとか歴史学者だとか言ってるテーマ、三条天皇について語ってないと思いますよ。それについて時間がないので軽く語りますが、このことについては僕ちょっと言いたいことがあるんですよ。そう、偉そうに歴史学者と言っても三条天皇については語ってません。歴史学者って言っても語ってません。なぜか、知らないからです。僕はこの天皇について語りました。やはり実は百人一首に載ってるんですよ。まず百人一首に載ってるっていうのは分かってません。目が見えなくなったんです。藤原氏の嫌がらせで。そして下の句は恋しかけるべき弱の月かなです。今日は綺麗な月だけど、もうすぐ目が見えなくなるだろう。だからもう目が見えなくなるから、今日の月を見れてよかったっていう歌だと私は解釈いたします。恋しかるべき弱の月かな。これは三条天皇です。僕は三条天皇好きです。月を愛した人です。僕も月大好きですよ。僕も月が大好きです。三条天皇も月が大好きです。百人一首にありますので、ちょっと見て読んでみてください。月に対するハートが、ムーンがむっちゃんとしてはムーンが感じます。それではまた次回。それさえも捨てて帰り見ないなら、君の中の日本文化に気づき、鏡の中を見つめ直して。